はい、どうもです。今日はですね、なんと巨大魚シリーズでございますということで、だいぶでかい魚が仕入れられましたということで、早速ね、見ていきましょうか。もうみんなサムネで知ってると思うんですけどもね。はい、ちょっと魚触りたくないからさ、扇持ってもらって。いや無理っす。めっちゃぬちゃなるんよ。あれはやばいやつですね。なんか俺が黒い服着てる理由は、あの返り血を浴びるからですからね。ということで、こちらに入ってます。オープン、よいしょ。おー、でかいな。ちょっと待って、片手じゃ持ち上がらない。ヤイトハタ31キロですね。炎上する。うわ、これを見てください。めちゃめちゃなんですよ。まあこれが鮮度がいい証拠でもありますから。はい、はい、ということで、今日はですね、こちらヤイトハタ31キロを仕入れることができました。沖縄三大高級魚スジアラもいただきました。サイズ感これで分かりやすいんじゃない。これ結構普通のサイズですからね。魚屋でこれでパッケージングされてたら、まあまあ大きいトレイよということでね、仕事納めですよ。12月28日、デッドリフト33キロ、ちょうどいい。重心がしっかりしないから持ち上がらんかも。あ、こっちの方が持ち上がるわ。え、車を寄せるっていう。曲がっちゃいけない角度になってる。車中方向みたいに炎上する。ちょっと待って。これ笑ってるけど本気で重いからな。うわ。二人で運びましょうか。もうええやろ。一人できないですかこれ。無理無理無理。え、無理無理無理。オギにここまで持ってきてもらったんですけど、まな板にあげるだけでしんどい。よし。さあ、ということで、ようやくスタートラインにね、立ったんですけども、改めまして、今回はですね、ヤイトハタっていう食材ですね。で、今日はですね、報告があります。この企画が動き出して1年と数ヶ月、ついにマサルプロデュースの醤油ができました。はい、ということでこちらでございます。スモグリ漁師マサルの黒糖醤油ですね。で、これ正直言います、刺身醤油の中で一番うまいです。まあ、沖縄良部島ってね、黒糖がね、かなり生産されてるんですけども、黒糖を使った醤油ができないかということでね、わざわざ開発してもらってできた最高傑作の醤油となっております。ちょっとね、開けてみましょうかね。オープン。はい、こちらですね。そう、これ2本入ってて、後ろのシルエットがね、沖縄良部島の形なんですね。こっち青い方がほんのり甘口、こっち黒い方がね、甘口になっております。めっちゃかっこよくない？これパッケージもだいぶ活かしてるよね。で、味としてはですね、僕九州醤油がめちゃめちゃ好きなんで、甘めの醤油になってますね。なんで脂っこい魚っていうよりは、淡白な魚とかにね、めちゃめちゃ合う醤油になってます。で、原材料に赤酒っていうものが使われてて、普通の醤油より、なんて言うんだろうな、もう食べてみると伝わらないんですけど、すごい深みのある味になってるんですよ。めちゃめちゃうまいですね。で、今日はですね、何をしたいかと言いますと、こちらヤイトハタね、31キロ、もう最高級のレベルのこのヤイトハタを1週間熟成して、最高の状態の刺身を自分で作った醤油でね、食べてみようかなという企画になっております。ということでですね、早速観察していきましょうか。じゃあ、さばける位置に。はい、こちらがヤイトハタの全体像ですね。まあ、ヤイトハタの名前の由来はですね、ヤイトっていうものはお灸っていうね、意味なんですけども、お灸でね、焦げたみたいな模様をしてるから、ヤイトハタという名前になっております。まあ、島ではね、なんて言われてるだろうな、アラとかね、ミーバイとかね、言われてたりする。結構ね、大きくなる種類です。大きいやつだと俺と同じぐらいの体重、60キロぐらいになったりする、そんぐらい大きい魚ですね。さっきからね、あの、持つの大変ってずっとね、言ってたんですけど、その要因がここなんですよ。こういう大きい口の魚って、生きたまんま魚をね、バッて食べるんですけども、食べた魚が口の中から出ていかないように、こういうね、返しがあるんですよ。で、こういうのにね、引っかかると、ほら、やばくない？
ゴム手袋なんて一瞬でちぎれるぐらいの鋭利さがあるんですよ。だからこうやって、別にこうやって持てばいいんじゃない、楽なんじゃないってね、みんな思うかもしれないけど、これやったら手ズタボロになります。じゃあエラ掴めばいいじゃんとみんな思うかもしれない。わかるかな。言葉さん見て、これエラもね、魚が逃げないように返しがいっぱい入ってて、ここに手突っ込んで今びっくりすると思うよ。いてて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 てこれです。ダメージ手袋になった。そう、こんなに鋭利なんですよ。魚ってめちゃめちゃ危ない。で、じゃあ他持とうって思ったら、じゃあこれ持てるんじゃないかと思ってここ持とうとしたら、これもうズルズルなんで、もう本当にね、ここの一部分、ここしか持つところがないんですよ。こういうハタ系の魚のね、口には絶対手突っ込んじゃダメですよ、絶対にね。いやマジでやばい。5キロぐらいのハタついて、よっしゃ取れたぞっつって、もうこっから抑え込みに行ったら、めっちゃ魚暴れて、左手がうずいたね。はい、ということでそんなね、焼いた後なんですけども、早速ね、さばいていきましょうか。今日はですね、母乳の鱗取りをね、用意してます。こんだけでかい魚になるとね、鱗が大きいんでね、なかなか取りづらいんですけど、これはどうやというところでね、よし、鱗取ろう。お、取りやすい、これやばい。訴訟お願いします。嫌です。腕が痛いとか思い出したらもう負けや。やばい、乳酸溜まってきた。これ強いわ、この鱗取り。歴代最強かもしれない。そう、比較がないと分かんないよね、みんな。よく浜谷さんとか使ってる鱗取るでやってみようか。待って、こっちの方がいいかもしれない。あ、でもこんな感じ、全然違うね。え、こっちの方が全然よ。え、ちょっと待って、なんかもう飛んでないっすよ。ウロコ取るの方がいいかもしれん。無駄に飛ばした、もしかして。ウロコ取る疲れる。じゃあいつものやつ。あ、これは明らかにさっきの方がいいね。全国のお母さん、自分の子供が魚さばきたいって言ってもさばかせたらこうなります。家ん中ウロコだらけになります。家ん中臭くもなります。それでもさばかせてあげてください。いいだろう、許してやろう。よし、やっと鱗落とし終わったぞ。ちょっと頭落としていきましょう。でかいな、相変わらず。あ、めっちゃ空気あった。でもちょっと油乗ってるかも、ね、まだ見てないから、まだ見せないから。みんな見たいかもしれないけど、まだ見たいから。めっちゃいいじゃない、この答え。ちょっと内臓一旦取ります。見て、これコインゲームみたい。これ見てください、皆さん、ちょっと内臓脂肪が乗ってますよ。これ幽門水に内臓脂肪がついてますね。いいね。はい、こちらが焼いた後の内臓ですね。魚って大体ね、多分15キロぐらいかな、15キロぐらい超えるとこうやって内臓が膜で包まれるんですよ。で、結構ね、一体化してきます。これがね、巨大魚の特徴かもしれませんね。まあ、サメとかは包まれてないですけど。はい、もうなんか何が何やらわからないですね。で、今これ緑色の汁、これ胆嚢を潰したんで出てきたんですけど、肉食魚はね、この胆嚢がね、大きいんですよ。胆嚢って脂肪分解するときに必要な酵素がね、含まれてるんで、大きいんですよ。ちょっと疲れてきました。息が上がっております。で、ちなみにここ背骨でね、繋がってて、ここがね、関節です。このぐらいでかい魚だと、関節に包丁入れただけだとなかなか切れなかったりするんですよね。ぐらいだな、いけても。よいしょ。え、これすごくない？こんな骨入ってる。そら切れんわ、これ。こんな抜け方するんや、えぐ。じゃあ綺麗にしていきましょう。ここは多分手で取れますね。
聴者プレゼントにしようかな、これ。オークション出します？オークション出そう。0円のままで終わりそう。ということでですね、鱗を落として綺麗になりました。で、今回ですね、熟成していくんで、まあこの状態でね、熟成してもいいんですけども、熟成する量が多すぎるんで、半身にして熟成していきます。じゃあやっていきましょう。これ、おろしていきます。うん、鱗ついてるね。ちょっとやっぱ水っぽいな。これね、雑に扱ってるようで勢いをつけないと動かないんですか、こんなもん。結構いいにしてるね。で、ここに腹骨が入ってますんで切っていきます。よいしょ。だいぶ血が滲んでますね。もうね、これはね、こういうもんですね。これとかね、見てもらったら分かりやすいんですけど、このぐらい大きい魚になってくるとね、骨の周りにね、血管があって、で、この血管が切れてね、こうやって血が滲んでくるんですよね。血が回ってるとかではなくて、こういうもんですね。結構血抜きはされてる方です。で、今回は1週間熟成しますんで、かなり水分を取っておきましょう。まあ、熟成する場合に重要なのが雑菌を増やさないことなんで、まあ、温度管理と、あとは水分をどれだけ取るか、そして酸素にどれだけ触れさせないかですね。で、血とかもね、だいぶ良くないですからね、なるべく取っておきましょう。断面から腐ったら嫌なんで、これ合ってるか分かんないですけど、塩をね、振って断面を若干水分抜いておきます。断面が一番怖いですから。ちょっと尻尾邪魔なんで尻尾切っていきましょう。はい、そしたらだいぶ綺麗になったんで、キッチンペーパーをまず巻いていきます。水分が出てくるんでね、これで拭き取っていくような形になります。こっちも塩かけたいな。干物みたいになりそうだな、やめとこう。まだこっちまだ水が強いな。で、ラップをくるんでいきます。ラップをくるんでいきますは日本語として適切じゃないな。これ2人でやるとね、結構綺麗にできますよね。求めてます。2人でやるとできるんですけどね。真空とかできればいいですね。こんな真空放送機に入らないですね。無理やな、こんだけ鳥があると。 YouTuber の中で一番真空放送機を使ってると思う。その俺が言うけど無理やな。最近雑とか言われなくなったんだよね。多分もう愛想を尽かしたんだと思う、熟成界隈の人たちは。海外の梱包みたいになってきた。よいしょ。はい、というわけでこちら焼いた後31キロね、熟成してまいりましょう。2度で熟成していきます。1週間後。はい、それではですね、1週間が経過しました。この日をどれだけ待ちわびたことか。いや、この熟成マジで待つの大変。はい、ということで早速ね、開封していきましょうか。ちょっと状態悪いぞ。いや、これちゃんと巻き替えなきゃダメだったか。まあでも仕方ないな。あんま1週間熟成とかね、したことないんで。あ、こうやってなんか水が出るな。3回ぐらい巻き替えるべきだったね。まあ仕方ない。匂いは別に出てないから全然大丈夫だ。ただちょっと細菌数が怖いな。ほんまに腐るギリギリやな。はい、というわけでですね、1週間熟成したものがこちらになるんですけども、さすがにね、表面がね、汚くなってる可能性があるんで、水洗いをして細菌とか雑菌をね、落としていきます。ちゃんと洗い流していきましょうね。切断面はだいぶ変色してますね。塩をかけたのがまずかったのか。それではね、おろしていきましょうか。まあ、ちなみにね、マサルがね、あんまり長期熟成をしない理由が実はありまして、まあ、沖永良部島の漁師としてこんなことを言っちゃいけないんじゃないかとね、ちょっと思うんですけども、でもね、俺はね、正直に言います。
南方系の魚は熟成しても味が伸びづらいんですよ。なんでかわからないんですけど、同じ魚でも水温が高い場所に生息してる魚はちょっとね、熟成してもね、そんなに旨味が増さない傾向があるんですよ。ただここまででかいのはちょっとやったことないんで、今日は実験です。やっぱ同じ魚でも寒いところにいるやつは脂が乗ってたりだとか、あと海流が速いところにいる魚はよく動かなきゃいけないから筋肉が発達するとかね、同じ魚でもね、全くね、味が違うんですね。そう、だからね、あのね、うわ、この魚あんま好きじゃないなとか、ね、思ってもね、諦めずにね、いっぱい食べてみてください、いろんな場所の。いや、この魚、ここで獲れたやつはうめえとか、あるんすよ。全然違いますから。もうレベルで言ったら、オーストラリア牛と黒毛和牛のめっちゃ脂乗ってるやつみたいな、そんぐらい差がありますから。でもね、ツイッター見てたらさ、そうやって寿司屋に連れて行かれて、ウニ嫌いなんですよって言ったら、このウニはちゃうから言うて、無理やり食べさせてくるおじさんマジうざいっていうツイートを見て、絶対にこれは言っちゃいけないのかもしれないですけども。でも本当にね、味が違うんですよ。超さばきづらいじゃん、これ。にしても水っぽい魚ですね、この魚は。辛みが薄すぎて、切れないですね。で、腹もしかしたら脂あるかもしれないんで、これ切っておきましょう。いや、腹に脂はなさそうだな。んで、ここの身、空気に触れてた面はさすがに切り取っていきます。ちょっと分厚めに取っておきましょう、怖いので。これはね、いつも俺火通せば食えるって割と言ってるんですけど、これは火通しても食えなそうですね。そしたら、ちょっとでかすぎるんで4等分にしていきましょうかね。4等分でもでかいぞ。ここまで血合い骨入ったので、こう切りましょうか。またここで切っていきましょうかね。はい、じゃあ切っていきたいところなんですけども、ちなみに漁師の人に聞いた話によりますと、鍋とかがね、この皮がねプルプルして美味しいと言ってました。今日はですね、刺身醤油を使いたいんで刺身を作っていきます。でね、普段の魚通りこんな感じで切っていきますと、見てください、こんなになっちゃいます。これですよ、このサイズ。このサイズでも食ってみようかな。醤油をタラッとかけましょう。まあ、基本的にね、こうやってね、大きいとね、食べづらいんですよね。うん、ちょっと食べてみますか。なんもやべえ。大きいや、ここやばい。はい、もう何が言いたかったと言いますと、一口サイズに切れないんで、ちっちゃくしていきます。とにかくでかいんで、柵取りをしていきます。はい、こんな感じでね、柵が取れます。もうマグロと一緒ですよね。おお、めっちゃ脂乗ってるじゃん。はい、それでは切っていきましょう。これ綺麗に切る方法とかあんのかな。無理ゲーな気がする。美味しそうに切れてる。今日は身がね、なんぼでもありますから、大量に盛り付けていきましょう。レモンもね、アクセントで乗せておきましょう。 OK。 美味しそうやんけ。はい、それでは完成です。はい、というわけで完成しました。いただきます。ではまずね、醤油とビールから入れていきましょう。まずは甘い醤油から。新品です。だいぶトロッとしてるよね、甘い醤油の方は。動画でも伝わるレベルじゃない、このトロッとした感じで。ほんのり甘い醤油、こっちもいきましょう。ほら、こっちの方がちょっとサラッとするのが分かるんじゃないかな。そしてビール、完璧。じゃあビールからいきましょう。うめえなビール。というわけで、まずはね、甘い醤油からつけていきましょう。
まあ、正直結構身も水っぽくてぐちゃぐちゃだったし、あんまりね期待できてなかったんですけど、かなりうまいです。はい、脂が程よい感じで甘くて、魚のね旨味もね熟成されて増えてる。1日目と全然味が違う。あんまりね南の魚伸びないんですけど、しっかり伸びてますね。ただねやっぱ食感がね結構ね柔こいんでね、これはねかなり好き嫌いが分かれるんじゃないでしょうか。刺身で食べるよりは寿司とかで握って食べた方がうまいと思う。醤油の感想は後や。ほんのり甘口醤油もいきましょう。なるほどね。この魚に関してはほんのり甘口の方がうまい。多分みんなで、ね、魚の刺身なんて全部同じ醤油でいいだろってね思ってると思うんですけども、違う違う。こういうね油が濃くて味の濃い魚はちょっとねさっぱりめっていうのかな、まあ醤油が主張しすぎない感じの醤油合うんで、まあ正直に言います、これに関してはこの甘口醤油そんなに合わないです。でこのぐらいの味だとほんのり甘口が合う。ただなんだろうな、さっぱりした魚、味がそこまでね強くない魚に関してはこの甘口醤油はダントツでうまい。さっぱりした魚とね合わせてみてほしい。いろいろ俺もね試してみたんだけど、イカの刺身が一番合う。えぐい。イカの刺身があったらねこれぜひ合わせてみてください。まあ多分だけど黒糖味の醤油他にはなかなかないと思うんでね、ぜひぜひ食べてみてください。動画の最後でねお酒を飲みながらね近況とかね喋っていくことにしました。まあ醤油買いたい人はねもう概要欄の URL から買ってください。今日はダラダラ喋りますよ。うまっ。この角度が見やすいな。この角度やな。最近マサルはですね実は筋トレを始めまして、筋トレストレッチかつ食事すらもね最近ね設定するようにしだしてて、今24歳なんですけども、こっちやな、こっち24歳なんですけども、2022年の8月にねぎっくり腰をやって、もうね、あ、老いってこういうことなんやなっていうのをすごい実感した年だったんですよね。初めてサバイバルやったのが俺が22歳の時なんですけど、体力的にきついんですよ、10日間サバイバルが。でも俺はやりたいわけよ、どうしてもやりたい。なんかもうただ10日間サバイバルするとかじゃなくて、おもろいことをしたいということでね、今ねゴリゴリに筋トレしてます。ただビールも飲みます。とにかく体力をつけておもろい企画をしていこうという、そういう準備期間をねしております。だからね、この魚あるじゃないですか、もう本当にねこういう魚とかもタンパク源として見てますから、ビール飲みきりそうです。終わってしまった。ちなみにこのアサヒスーパードライ今飲んでるのは、まあ、金子さんに対抗するためではないんですよ。水産加工場をね立ち上げをしてて、工場を立ち上げるにあたって地鎮祭っていうのがあったりだとか、上等式っていうのがあったりだとか、落成式っていうのもあるんですよ。でこの建物が建つこのイベントで知り合いの人からね贈答品もらうんですよ。それでね一ケースずつねこのアサヒスーパードライのロン缶をねくれるんで、あれ何個入ってるんやろ、6本以外6個とか入ってる、36本ぐらい入ってるのかな。だからねもうこの家に今ビールが冗談じゃなくて300本ぐらいあるんですよ。飲み切らないけんのよ。まあ1日1本飲んでたらね終わりますけど、とんでもねえ量ビールがあるんですよ。しかもストゼロを送ってくる人もいるから、ストゼロもね60本ぐらいあります。で沖縄ラブ島はですね黒糖焼酎が有名なんですけども、黒糖焼酎の一升瓶もねなんか7、8本あります。30度のお酒7、8本、どうやって飲み切るんやろうみたいな。いや本当にありがたい話なんですよ、こんなにビールとかねいろんな贈答品いただいてありがたいんですけど、どうやって飲もうかなっていう。盛大なパーティー開くしかないよな。ちなみにマサルはねレモンサワーが好きなんで、レモンサワー皆さん送ってください。はい、レモンサワーが好きです。やばい、なくなってしまう。うめえ。2杯目いこう。危ねえ。2杯目は焼酎ハイボール。どの価格がいいんやろ、皆さんコメントで教えて。皆さん乾杯です。2杯目。うめえな焼酎ハイボール。ビールより焼酎ハイボールの方が魚に合うな。うめえ。この魚激うまだな。醤油も合うし最高やな。このダラダラ喋ってるねところはね本当にファンの人たちが聞いてくれたらいいなって感じなんですけども、多分マサル筋トレのイメージね全然ないと思うんですけど、これめちゃめちゃ筋トレ好きなんですよ、うん、で筋トレハマった理由がありまして、僕もね19歳の時ね YouTube 始めまして、まあうまくいかなくて、半年やって登録者100人みたい。やばくない？半年やって登録者100人。もうほんまにねそんな感じで、もうどうやったらうまくいくやろう、どうやったらうまくいくやろうって考えついた企画が、ワンパンマンっていう漫画ご存知ですか皆さん。ワンパンでね全部敵キャラを倒すっていうね漫画なんですけども、やってたトレーニングがありまして、でそれが腕立て100回、上体起こし100回、スクワット100回、そしてランニング10キロ、
これを毎日欠かさずやると。で、これをやったらめちゃめちゃ強くなったよっていうのがね、あって、あ、じゃあこれを1ヶ月やったら動画伸びるんちゃうかと言ってね。1ヶ月俺やったんですよ。めちゃめちゃ底辺 YouTuber みたいなことしてるでしょ。それをね、やったんですよね。大学休学してたんで、朝8時から夕方の7時まで魚屋でアルバイトして、で、その後夜8時から26時まで居酒屋でアルバイトして、その後に10キロランニングとかのメニューをして、で、また朝8時にアルバイトに行くみたいなね。意味わからん生活してたんですよね。19歳って若いね。そんだけハードに追い込んで4時に寝て7時半に起きてバイトに行くみたいな、ね、まあまあそこはね、苦労自慢みたいになるんであれなんですけども、まあそれをやった結果どうなったかと言いますと、めちゃめちゃきつい、しんどい、血が筋トレおもろってなったんですよ。はい、めちゃめちゃハマって、めっちゃ筋トレしたんですよ。毎日筋トレするぐらいの感じで、ゴリゴリに筋トレして、プロテインとかもね、マイプロテインっていうね、安いプロテイン売ってる場所があるんですけど、そこで5キロのプロテイン買って、1ヶ月でその5キロのプロテインを飲み切るみたいな。もうそんぐらいゴリゴリに筋トレしてて、まあ3ヶ月ぐらい経った時にですね、漆食べようっていう企画をね、YouTube でやりまして、で、そこがね、人生の転機でしたね。漆食べようって思って、食べたら、めちゃめちゃ食中毒当たって、一気に10キロ痩せて、そっから1年ぐらい調子悪くて、あ、危ない、マジで、漆は。で、もうどんだけ筋トレしても、どんだけ食おうとしても、本当にもうどんどん痩せていくから、それでね、筋トレをやめちゃったんですよ。っていうオチなんですけども、まあその食中毒からもね、回復しまして、今ね、ゴリゴリに筋トレやっております。筋肉 YouTuber の仲間入りやな。やっぱり食べきってしまう。この焼糸旗、島の魚のコンディションにしたらかなりいいな。うまっ、めちゃめちゃ美味しいわ。はい、これで焼酎ハイボールがね、なくなってしまいます。でもなんかね、結構ね、マサル的にはね、いろいろとね、喋りたいことあるんですよ。自分で言うのもなんですけど、結構おしゃべりで、なんぼでも話せることあるんですけど、今日はね、このぐらいにしておきましょうかね。なんかこれ話してほしいとか、これ気になるとかね、言うことありましたらね、ぜひコメントでね、言ってみてください。まあ一応僕ね、英語も読めるんでね、英語の方も受け付けます。英語で質問見て、で、日本語で返すよ。はい、それではごちそうさまでした。今日はですね、巨大焼糸旗だったんですけども、まあ、今まで食べた焼糸旗の中で一番美味しかったですね。なかなかコンディションがいい。冬に獲れた魚の方がね、やっぱりね、沖永良部島は美味しいような感じがしますね。まあ、こちら僕がね、プロデュースした、もうお酒が回ってきてるな。ということですね、こちら僕がプロデュースした醤油ですね、概要欄の URL から購入できますので、ぜひぜひチェックしてみてください。本当にね、いろんな醤油試してみたんですけども、マジで美味しい醤油となっております。ぜひ試してみてください。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。